はいはい、ありがとう。おー、これがね、弁当埴輪でございますか。弁当埴輪ね、これ何の人物の埴輪の手。はい、ありがとうございます。ちょっと覗いとくか、先にここ出てきましたか、石棺。あ、ちょっと古いね、形が。うーん、もっとね、これは5世紀、4世紀末か5世紀か、そんな感じかな。カラテマ君、あら、割られましたか。割られたというよりもね、取り出すと言われたかもしれない。縄掛けがね、こっちもあったはずだけどね。あ、そこですか。行階段、ここに2本かけるんですけど。どっから、阿蘇かな。あ、そうね、阿蘇の行階岸だ。これで見るとね、あ、じゃあここがね、これはマウンドなんですよ、ここ上がね、はいはい、だこういうことやから、ここ上がってみると、もう道路、1955年ほど道路できたみたいで、その時にね、ここ前真ん中がね、ここやったね、ここずっと。で、ここがこうやって、ここが公園部で、向こうがね、こんな感じか。向こうが前方部で、ここやな、前方部でね。昔この山や木々がいっぱいあったんでね、全然さっぱり意味わからなかったけど。こんなやつね。お、これ作り出しもあったんかね。作り出し書いてないけど、これね。フレンチ。こういう感じやな、ということは。もうごめんなさい、あれ、あれ何、店丸山古墳は見ていたんです。富尾。富尾っていうと、あの、向こうや。学園前の。あれ、大きいやつや。学園前の。あれ、塩分や。塩分。日本人だった、塩分が。日本人の塩分、はいはい。あれも3回か4回行ってます、はい。ほんで、五条の丸山古墳だから、30回ぐらい行ってます。いや、わしは五辺が引っ越してきたんやわ。すごいすごい。基礎の話じゃないけど、はいはい、すごいすごい。そういうことやからね。うんうん、ありがとう、ありがとう。うん、だからわしはもう。お仕事中。いや、仕事中や。はい、これ趣味でやったのね。いや、趣味でやったの。大丈夫。そうです。どこから出てきたんですか。いや、わしは、こんなあれじゃないけど、おそらくその辺から出ちゃいますね。ここら辺から。家から出たの、出たの。新潟線か。あれや、あれや。長持ち山や。あ、長持ち山。長持ち石棺。長持ちが建てる。長持ち石棺、はい。あんた、わかるよ。多分その長持ち。あの長持ち。あの長持ち。あ、そうなの。形が長持ちにしてるから。三重というのは、ちょっとあるけど、あんな形になってんの。あれは、だから、名称は全然違うから。ちょっと、まあ、覚えておいてください。失礼な話。覚えておいて。覚えておいてな。そうそう。熱く語ってありますからね。富尾の話したんだよな。話が丸山古墳にはあるから、店と間違ってたな。話が食い違ってましたわ。会ったことないな。相当回ってるんだけど。こう中、あと入れてくれるのかな。ここにね、ここに円筒埴輪がね、列で残ってるんだけどね。で、作り出しがどっか作り出しみたいなの。この道路ができるときにね、みんな土を通ってしまったらしいですね。昔々ここを通ってるときにね、ここはおそらくね、木がいっぱい生えてましたからね。何かなと思って、一体このね、場所わからなんだけど、あれは分かってないけどね、あれはね、あれは人形店になると分かってないけどね。ここにありましたね、この切り株が。この辺ね、石もいっぱい残ってるんだけどね、何の石なんだろうね。関係ないか、これ。まあ、こういう木がいっぱいあったんでね、こんな木がね、いっぱいあったんで、あらあら、ここは入ったらあかんかったからね、あらあら、あらいっぱいでございますよ、おじいちゃんは。
それでも奈良と比べると少ないね。奈良の発掘現場は5、600人来とるからね。ちょっとしたでも今まだ10ちょっと前やけど、10分ほど前やけどね。今どうやろう、200人までいないか。まあ100人ちょっとぐらいかな、そんな感じや。では今から金沢古墳の発掘調査成果の現地説明会開催いたします。調査の泉と申します。よろしくお願いします。泉さん、はい、よろしく。ありがとうございました。皆様が今通っていただいている場所が部分になっています。ここはね、本体ね、本体。これが公園部分でございます。行けます？はい、行けたよ。聞こえない。OK、OK。最大です、これ。OK。聞こえとるよ。ちょっとマイクの調子悪そうや。ダメやね。形がですね、ホタテ貝型の前方後円墳ということで、普通の法人さんとかそういった大きな前方後円墳よりも前方部の四角い部分が短いような古墳になっています。で、皆様の続きをこの目の前にありますのが人形天皇陵古墳、一の山古墳と言われている人形天皇陵ね、はいはい、30メートルの前方後円墳になっています。2つの古墳がですね、密接に関係しているということで、主墳と梅蔵というような扱いをしております。で、この主墳と梅蔵というのが、梅蔵というのがこういった大きい古墳の主墳の周りに付き従うように作られている、そういった古墳になっています。今回の唐戸山古墳の調査ではですね、まず唐戸山になるんですけれども、それよりも外に飛び出す、そこに円筒埴輪があるんだけど見えないね。何かしらの付属施設があるのだろうということで、調査を広げて調査を行っておりました。その結果ですね、ちょっと分かりにくい部分もあるんですけれども、作り出しが唐戸山古墳にはついていたというふうに考えられる結果になりました。これが古墳用なんですけれども、まず この包みについては3年前に調査を行いまして、この包みの上にですね、小さい3センチから5センチぐらいの礫を敷いたのではないかというものが確認されています。ちょうど唐戸山古墳梅蔵とこの主墳の間にだけ礫を敷いていたり作り出しがあるということで、この2つの古墳の関係性というのがより強く伺い知れる結果となりました。で、今まで唐戸山古墳には作り出しが存在しないというふうに考えられていたんですけれども、今回の調査によってですね、こういった作り出しが見つかったということ、随分増えました。説明はですね、30分に1度ほど行うつもりですので、皆様前のいらっしゃる方、後ろの方に一応お譲りいただいたり、ご配慮をお願いいたします。これが作り出しよね、作り出しみたいなね、作り出しこれ。ちょっと作り出しではね、ちょっと小ぶりでございますけどね。向こうが、え、包み、ああ、放り型仕事かよね。で、ここが墳丘ね、墳丘。ゴードンウォークの方、G 班が出発しますので、下まで降りてきてください。埴輪列はちょっと見えんな、それあんだけどね。ちょっと見にくいな。ありがとうございます。
ハニワレ見えた見えた、ここからほら、これがハニワレ。説明だけが分からない。作り出しね、作り出しとか、これ集合、まあ、集合で分からないよね。ハニワレというのはハニワレ並ぶとだけ分からない。あのお姉ちゃん聞きたいんだけどね。もうね、ちょっとこう破線で書いてなかったかなと思うんですけど、ちょうど本級、これ今削られてるんで、この元々の本級っていうのは道の方にまた張り出してこう丸くあったので、本当にあの本庁部付近で多分出てるんやと思うんです。そうですか。ただその時のその出たっていう時のそのあのなんていうんですかね、その図面っていうか、そういうのはちょっとない、見てないんですけど。昔の図面チラシで見てもなんか昭和35年かなんかそれぐらいやったと思うんですけど、1955年かな、ここに書いてあるんですけど、これね、あのまた違う本の本なんですけど、その30年も絡みづらいんですけど、それ読んでますよ、それは。北野先生があの調査された時に本が見つかったみたいな、はい。おゆさん、おゆさん、おゆさん、これやってんねん、ボルノスカユカちゃんで。ああ、これかい、まあ、はい、まあ、見といて、まあ、ありがとうございます。あのプロ級やから話聞いて、誰がプロ級、ありがとう。またどっかでお会いしたらよろしく。席なだけ。いや、それが一番大事なことや。まあまあ、またあ途中でまた話は、またどっか思ったら、はい、お願いします、はい、ありがとう、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっとね、あのアルバイトの子やったみたいな、あの先生に来たかったんだけどね、ね、なかなか聞けないんだね。はい、空電話幸運でございました。ありがとうございました。